これ何月ぐらいまで伸びんの？土曜だから8月の黙っては5分ぐらいまで、うん、伸びるしね、うん、今度は黙って伸ばしておくとね、うん、来年の芽がこの先にしかつかないの。でね、今頃カットするとね、うん、その切った後ろに芽がつくからね、今思い切ってバーってやっとくともっとバチッと締まってね、うん、いい気になるし、この枝を伸ばしたかったらこれ切らない、うん、あ、なるほど。そうするとここに芽が用意してもっとこう長くなる、うん、あ、だからこれだったらさ、この枝ねだいぶこれ下げたけどもうちょっと欲しいからこの辺カットしないでさ、うん、この辺はいらないからザーッと切っちゃう。だって5、6、7、3ヶ月ぐらいで、3ヶ月ぐらいでこんなに伸びたってことか。そうそうそう、伸びたの。すごいな。やっぱりねえ、これ注目されてるからね、みんなに、うん、これなんとかしなきゃなんねって自分で思ったんじゃないの。そうか、すごいでしょ。いや、すごいな、たった3ヶ月で何万人も見てるからね、やっぱりみんなこの子ね、やっぱりかなり意識したんだわ、うん、この子はね、やっぱり見られるっちゅうことはね、大変なことなんだ。まあね、芸能人も見られるからかっこよくなるもんね。見られるとかっこよくなる、うん、そういうもんで、この木もね、見て一生懸命手入れすればだんだんかっこよくなるんですよ、うん、いいよ。これね、ちょっとこうなんとなく何気なくやってるようですけどね、うん、なるべく上向いた枝を落としてね、あ、上の横向きを、ま、こういう流れにして。いや、なんとなくわかるわ、うん、なんとなくわかるでしょ、うん、上向きのこう上に向いてる枝ってこうあるわけさ。今下向いてるけどやっぱりね、うん、みんな上向きの枝ってあるんでね、うん、それをみんな下げて下向けたいんだけど、あんまり極端にね、うん、この辺から出しても仕方ないでしょ、うん、これね、またねこういうのはやっぱり取って、うん、まあこんなような状態でね、回転台に置く。いや、上向いた枝いつ切るのかなと思ったら切ったもんね、したと。うん、そういうこと。大体これね、こういうような棚ができてるわけだからね、この棚をねちょっと意識するから、こういうふうにして湧き上がってくるようなやつ、こう棚を出すの、見せるっていうか棚を見せるわけだよね、うん、だから上に上がってくるやつ、この空間がなくなるからね、うん、その棚を隠してるようなやつは取っちゃう、うん、取っちゃう。そしてこれそうでしょ、これ、うん、みんな取って、それで、あ、向こう見えてきたね、見せたでしょ、これこう見せたでしょ、うん、これね、でまだやっぱりちょっとこういろいろあるから、うん、こうやって、そんでこれね、この枝をね少しこの辺で欲しいのさ、もうちょっと、うんうんうん、この枝だけ、うんうんうん、なのでこの枝だけ剪定はねちょっと慎重にやるわけ、うん、なるほど。 こいつはね、この下切らないの、うん、選びながらね、うん、この辺で切っとくの。これちょっとね、こうやってこれだけ残しとくわけ、うん、でこういうふうにしておくと、こうトントントンとこう段つくようにして、うんうん、こうやるわけ、こうやるわけ、こうやってで、この枝はねここら辺でストップでいいけど、うん、これがちょっと欲しいの、ここにね、来年ここでこれこの辺でいいでしょう、ふわーっとね、それで作るためにちょっとこれだけ、ちょっとここだけ残して、うん、あとはもうほとんどこれいらないです。うん、あ、そう、うん、ほとんどこれいらない、こういう感じね、こうスーッとなったでしょ、うんうん、だこれはね、芽ここに用意するの、来年。あ、そう、これ今黙っとくとここに1本しか用意しないけど、うん、これ切るとここに3つぐらい芽用意するの、うん、そうするとここがだんだんね、うん、枝が混んでくるでしょ、うん、棚ができてくるでしょ、うん、こんもりと。あとはどっちことないんです。あとはもうね、また冬になってその葉落ちただけかっこいいもんね。うん、葉、これはねやっぱり落葉っていうぐらいでね、うん、やっぱり落ちた時が葉のない時の方がね魅力だよね、うん、結局木がよく見えるからね、うん、それでもだけど春の目出しも、ね、そうだね、目出しも綺麗だよ。一枚だけね、葉っぱ出てる、うん、葉っぱ一枚出てくる。だからね、こういう木だからね、なんていうの、こう
あ、閉まったなんてことないわけさ。なんぼ切っても出てくるからいいわけさ。こんな無造作にやってもね、ちゃんとまたね、この脇に、要するに枝がたくさんあるからね、失敗なんてことはあんまりないんだわ。こうやってね。これ剪定の結果ってね、今わかんないけど、春になったらね、春っていうより秋になって全部葉っぱ落ちたらね、あ、なるほどってわかるんでね、今はもうまだね、葉がいっぱいついてるんでね、そうだね、本当はね、今頃こんな状態ではないのさ、もっとね、剪定、目摘みしてれば、こんなに伸びないで、綺麗な葉になってたんだけど、今年ちょっとね、植え替えたり、木を削ったりなんだりいろんなことしてね、あ、そうやって伸ば、枝を伸ばし放題にすると根っこも伸びるんだ。そうそうそう、それで元気、そうだそうだ、そうよ、こうやるとさ、枝も伸びるけど根もしっかり出るでしょ。だからこうちょっと荒漁師した時はね、あ、そうやって伸ばすんだ、元気いいようにガーッとね、もう見た目はどうでもいいの、その年は。とにかく勢いつけて、こういう元気つける、次の年から、あ、次の年からちょっとやられるよ、お前覚悟せよってあ、そう、ちょっとこんな自由にはのいかねえぞと、来年からはしっかりあれだよ、頼むぞって、頼むぞお前、来年からしっかりやってくれなかったらまた削られるぞってやっぱりいい子やってくんないと削られる、来年から。それ以上削ったら倒れちゃうんだね。ねえ、だってまだ春割れてなかったね、これ、これ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 完全に太くたった、これだよ、これだけどね、これはね、取ります、今、こうやってつけてるけどね、取ります。あ、そう、まあこっちから見て、とりあえず、こっちは見ないで、ここだから。だけど元気でしょ、これ、ね、これはそのうちにこうだんだんこれね、巻いてきてる、いや、その皮しかないのにさ、なんでここまで元気なのか、それが不思議だもん、俺。まあ、俺もよくわからんわ。これはやっぱりこの木の性質上ね、いろいろ北海道の歴史があってね、やっぱりいろいろこう鍛えられてきたんだわ。炭鉱にね、炭鉱の支柱に使われたり、枕木に使われたりしてね、こう試練にね、耐えてるからね、もう強いんだよ、こいつは。いや、ほんとすごいわ、これ。大体今回の剪定はこんなところですね。よし、これはまた元の安住の地に置いてきます。元のサイに戻る。元の安住の地はね、日当たりいいところ。下手なところでいいから風に倒されちゃう。ああ、そういうことか。風強い時はこんなもんでないからね。もうあんな、そんな重たくても倒れんだ。倒れる倒れる。もうあえてドンと石のっけとかないと。ああ、バターンと倒れる。これが例の尺投げっちゃうやつ。エリモ。エリモの尺投げ。